く、どこで迷ってるのかな。あ、霧が晴れた。無事な場所がまだあったのね。ところで、かわいいかわいい君は誰？ハッピーを感じて。すぐそばにあるから。赤き夢を見て、あなたも知って、私たちの覚えた感覚を。公務機操局第1番、そう！さあ、それが来たち、赤き夢から目覚めるよ。ハッピーはいつも私たちの手の中にある。公務競争局第2番、クリムゾン。え、私の臨時バイトの助っ人、助かる。私はメルラン・プリズムリバー。普段は管楽奏者の壮麗お姉さんだけど、今は霊道ミステリーハンターよ。オッケー。うん、それじゃあ一緒にハッ